現地7月28日にパリ五輪女子サッカーのグループステージ GS 第2戦が行われ、なでしこジャパンがブラジル代表と対戦。1点ビハインドで迎えた後半アディショナルタイムに2ゴールを決めて逆転勝ちした。画像、パリ五輪に挑むなでしこジャパン18人とバックアップメンバー4人を一挙紹介。前半アディショナルタイムの PK を田中美奈が失敗していた日本は、 56分に先制点を許した。ブラジル陣内に人数をかけた状況でボールを奪われると、ハーフウェイライン付近に設定していた最終ラインの裏にスルーパスを通され、最後はジェニフェルにゴールを決められた。ブラジルのプレッシャーの前にビルドアップがスムーズにいかない日本は、ロングボールを駆使してサイドから攻撃。しかし、 何度か迎えたチャンスも相手武器の構成部などに阻まれてスコアを動かすことができない。そんな状況を打破したのは80分に投入された MF 谷川桃子だった。中盤センターに入った谷川は守備に強度をもたらしながら的確なつなぎで攻撃の起点にもなり、さらには前線にも積極的に飛び出していく。すると89分だった。 ペナルティーエリア内でボールを受けた谷川がフェイントで相手をかわしにかかると、逆を取られて転倒した敵の手にボールが当たり、VAR チェックを経て PK の判定に。90プラス2分にキャプテンの熊谷崎が PK を決めて、日本が同点に追いついた。スコアはここからさらに動く。一気にペースを握った日本が相手陣内に攻め入ると、ブラジルのパスミスが矢川の足元へ。 何の迷いもなくこのボールをダイレクトで蹴り上げた谷川の30メートル級ロングシュートは相手武器の頭上を越えてゴールに吸い込まれたのだ。後半アディショナルタイムの2発でブラジルに逆転勝ちした日本を世界のメディアが取り上げた。米国通信社 AP は19歳の谷川のロングシュートが日本を今大会初勝利に導いたと主君者の矢川の名前を見出しに使った。さらに 1>, 1対1で迎えた90プラス6分に、ロングレンジのシュートを谷川が決めると、6度の年間世界最優秀選手に輝いた38歳のマルタがベンチで頭を抱えた。日本戦で先発し、先制点のきっかけとなるスルーパスを通したマルタは、今大会がブラジル代表としての最後の主要大会だと語っている。この試合でマルタがボールを持つたびに観客は大歓声を送っていた、と記し、 谷川のゴールが世界屈指の女性フットボーラーを落胆させたと伝えた。また、UAE の日刊誌、ガルフニュース、も、谷川が90プラスロープンに見事なシュートを決め、日本がブラジルを驚かせた、と報道。谷川の決勝ゴールは約30メートルの距離から放たれた信じられないワンタッチシュートだった、と、試合の展開を一変させ、 最後に決勝ゴールを決めた谷川を大絶賛した。